はい、ドクター A チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、今日はですね、告知をねさせていただきます。9月23日グランメゾンオレノ、ここね、あの東京都千代田区大手町、東京産経ビルの地下2階でグランメゾンオレノというところでディナーショーを我々でやる予定でございます。まあそんなたくさん入れないんですよねディナーショーなんで80名限定でやりたいと思います。詳細は概要欄に。詳細はあるんですけれど、なんで音楽大学の先生がディナーショーさせられるのかって。ごめん、こんなの入れっぱなしで映っちゃった場合に。大丈夫です。大丈夫です。なんだかわかんない。基盤が落ちないようにするやつの。それいいですね。僕も。いや、恥ずかしい、ちょっと私。変な楽器じゃない、これ。お聞きしてもいいですか、ディナーショーって普通のコンサートどう違うんですか。いや、それは僕もあんまやったことないディナーショーもそんな行ったことないんだよね、はい、うん、まあ僕が行ったディナーショーはあのモノマネのコロッケさんって行ったことあるんですけど、でもイメージはこう松田聖子さんとか郷ひろみさんとかディナーショーやってますよね。食事とかもしながら、ちょっと食事してもらって場が温まったところでこう現れて、何曲かやなんかデザートのと弾いたり弾くみたいなね、いろいろあります感じで、トークもありトークもありますね、はい、演奏者により近いみたいなね、普通のコンサート、そうですね中は歩き回ったりするんですか。歩きながら弾ける技術が今まだ結婚式のテーブルも歩くみたいなね、そんなやってみたいですけど、つまずいてバイオリン壊したら大変なんで歩かずに行くかなと思って皆さんの中でディナーショーを経験された方は、はい、横尾さんは結構ね、ホテルとかで弾かれてるから。あ、そうですね。でもただお酒を皆さん飲んでらっしゃる時に BGM で弾いてるだけなので、うん、あ、そんなにディナーショー感はないですね。ということで、本当はね、メインはね、12月に同じ場所でね、ディナーショーやるんですけど、いきなり12月にやったら失敗するので、まあ、9月23日に、やっとこう経験を積んどこうっていうディナーショー。この人絶対の立場。なんで、それをこうね、支えてくれるファンになってもいいなと、我々のね、来ていただけたらいいなと思います。9月23日。よろしくお願いします。なんか意気込み。意気込みです、ね、あの演奏もさることながらねこれどういうお料理が出るの。あ、お料理お料理ねだってディナーショーディナーショーお料理ね何料理何フレンチフルコースフレンチ、はい、オレノっていうのは俺のフレンチとか、うん、俺のイタリアンっていうところの、うんうんうん、オレノさんのところなんで、イタリアの都市とかじゃないんですね。そう、イタリアの都市かなと思ったんですけど、俺のですね。俺のだ。ご飯は美味しいです、うん。で、ここでされてるなんかアーティストさんとかホームページで見たら、ちゃんとした素晴らしい音楽家の人がいっぱいされてるんで、多分、由緒ある場所だと思うので、うん、まあ、僕の中ではもう、ブルーノートでやるぐらいの感じの気持ちでやっておりますんで、限定80名なんで、ちょっと高いんですよ。料理の値段があるので、いくらだっけこれ ?1 号です。1号です。1500円じゃないですね。残念ながら。1号なんで、まあ、ちょっとね。ちょっとお値段は高いんですけど、ご飯が美味しいので、はい。ちなみに演目は決まったりする。大体はね決めてるんですけどっていうかもうそれしかできないんですけど今の曲をブラッシュアップするしかないなと思ってるんですけど、あ、もう一個告知しておきましょうか。はい、赤坂音楽祭っていうのねやります。すぐなんですけど8月21日にね、まあ、あの志村先生中心にね、先生のご親交のある音楽家のね素晴らしい人たちで音楽祭をやってます。そこでですね、これ僕が弾く日があるんです。あるんです。8月21日ですね、はい、僕と奥田先生とね、横尾さんでね、日が、あ、志村先生、弟で志村先生弾くんですけど、時間はですね、15時から16時半、志村先生と仲間たちによるポップス曲を中心としたカジュアルコンサート。ないですからね、志村先生がポップスのことはなんか普段ね。麻生先生としか弾きません。
よろしくお願いします。8月21日ってもうすぐですよね。もうすぐです、はいはい、もうすぐなんで、はいはい、よろしくお願いします、はい、みんなで楽しく過ごせたらいいなと思います、はい、よろしくお願いします。